はい、どうもタクタクです。モーサーストライク海外版のやつを本日もやっていきましょう。あのね、これね、ほんとね、新鮮でちょっと面白いです。今ノーマルクエストの一番最初ですね、これなんていうのかな、プレイ、まあいいや、あ、はい、一番最初のやつをクリアしたんで、イベントがアンロックされましたね。イベントクエストアンロック、これでイベントクエストに行けるということみたいですよ。で、まあ英雄の神殿は50か一緒だね。まあ行きましょう。英雄の神殿は後からだとして、イベント見たいと思います。さあ、どんな感じなのか。おお、イベントクエスト OK、 よかった OK。 さあ、お、クラッシュ、What that UFO? なるほどね、UFO。SOS、X-Fi エンカウント。なんじゃそりゃ。ローカルコープ。これあれだな合成素材が、あ、ちゃんとティーガとかあるんだ。パンツァー X。何わかんねえわ。これは何？え？これは？え？これなんすか？どれからやればいいんすか？キャラは何かなってのはわかるけどさ。行く価値がありそうなもの。これなのかな？でもこれクリアできねえしな、まだな。ハイパーブーストミステリーって何ですかっていう。ボーナスラック。ウェイトエボリュー。まあ、予備クエストだろうな、これな。あ、うわぁ、水曜日だかな？まず水曜日クエストできた。いなかったんだ、ここに。なるほどな。まあ、R 氏はでも相変わらず、神化させた、この人。偉いねー。神化させた、ちゃんと。これやっぱ、我、打点の大なりなんですかね、ストライクショットは。ストライクショット。ストライクオールド、ニック。どういうことごめん、わかんない。わかんないんだ、俺。なるほど。我、打点の大なり、やっぱ24ターンで打てると。ねえ。号令系エースです。やっぱ、クシナダとかもいいのかな、これ。クエストの、あれを見よう。ちょっと予告を見よう。日本とスケジュールはやっぱ違うのかな。なんかちゃんとステージもこんな感じじゃないよな、日本も。なんか海外っぽくアレンジされてるな。ツインピークスって感じ。ツインピークスわかんないよね。俺もよくわかってないけどさ。なんか、お、ツインピークスってそういう話じゃない。適当な実況者ですね、これ。海外ドラマであるだろ、ツインピークスって確か。俺見てないからわかんないけど、こんななんか冬の湖畔みたいな喋ったちゃんと。ヘッピーリーなんつうバッバーな、なんて喋ったらわかんないな。まあでもこれいけそうだな、普通に。あのなんだステージ、次のステージもいけそう。ハードもなんかいけそうだ。重力バリアなんだろうな、多分ね。さあ、火を連れてこない方がいいね、多分ね。火属性モンスターを避けて、パーティーを組もう。他にいたっけ？ちょっともう一回見てくれて。ホワーイ！何がどうか。お。まあ、この辺か。大重石か。ステージクリア。中心玉とかドロップしないのかな。いきなりいいんだよ、すごいのが。ドロップしても多分ないだろうね。一緒だね。何、50イベンティインプログレス。あ、ラック50もくれんの、優しいな。やっぱあれなんだろうな、始めたばっかりな。あ、まあランクアップ早くね。ダメ元でちょっとこれ攻めていいな、多分な。すぐランクアップすんな。経験値をちゃんと見てってところだね、多分ね。今ので150ぐらいだったから、次のランクがおいくら？
970、あ、一気に上がるな。その辺計算していけばよかったな。これイベント、あ、イベントのやつの見れるの今後の。お、カメクエスト、お、これ行きたいな。デーモン、デーモンジェネラル、音大将だからね、妖怪の。ヌラリヒョン、ちゃんとヌラリヒョン、お、お、ちゃんと出るじゃん。ラス、ラ、ラセツ PCG3、 おーほうほうほう、これ超絶モンスターは？すごい割合でカメ来ません？これよく見たらすごい割合でカメクエ来ません？え、ちょっと待って、ちょっと、何時、何時、何時、8時から8時59分、はい。で次は11時から11時59分。え、お昼早いのかな、あっち。え、これ超絶モンスターが来るのかって、ちょっと、あ、吉野部ちゃん、吉野部ちゃん来る。ほうほうほう、え、超絶、あ、クイバタね、クイバタ絶対取ろう。クイバタどうなんだろう、ちょっとクイバタどんな感じ、どんな感じ、どんな感じよ。は、なるほどね、こういう人たちはいるのね、ちゃんとね。ちょっとやっぱセクシー、あ、でもちゃんとセクシー感あるね。これちょっと予約しとこう。え、待って待って待って。この3時っていうのは、日本時間じゃないよね。アメリカ時間だよね、多分ね。あー、ちょっと超絶モンスターまだ降臨しないですね。チェックしていくけど、これからも。3月4日か。結構先だな。なるほど。結構先と言ってもあれだけど、まあ、ジャックもやりたい。吉野もやりたい。うわ、これど、ちょっとこれでもクリアできないべ、いきなり。まあ、食いバタはできそうだけどさ、ちょっと貴族性のモンスター集めよう。どうする？ちょっとせっかくだからガチャるか、もう。行きましょうか。ガチャりましょう。ソロ、2体欲しい、2体。行きますよ。さあ、行きましょう。あれ？アプリが落ちました。さっき落ちちゃったけど大丈夫かな？オーブ使った直後だったから、オーブなくなってるとか、やめてほしいよ。オーケー、オーブは、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に0だ、15から10になってたらもう減ってんだけどえ、ちょっと待って、モンスターは増えてる。いや、増えてればいいよ、最悪。うん、あ、これが出たかジャックと豆の木はいはいはい、すいませんでした。ジャックと豆の木ね。じゃあもう一回行こう。超重心祭ってことだよ、多分ね。これまた落ちたら嫌だね。多分、落ちないで。落ちないで。アプリは落ちないでください。あ、よかった、落ちなかった。し、頼む。ストライク？言いませんね。お、でも光ってるよ、目は。え、これ確定演出なのかもしれないさ、これが。いいよ、ルシファーとか来てしまって。いや、なんでよりによってさ、藤、これなんて名前だろう。藤原の、ヒレヒラまあ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 、いいです。じゃあもう一回引こうか、もうせっかくだからね。はい、ラスト。これは超重心祭なんですかね。頼むよ。え、マーリンどんだけいい引きだったんですか、これ。これ光るいいんだよいや引き弱っ、企業はデーモンスレイヤー、魔族キラーだったっけ。ダメだね、引き悪いね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。